ですけど、さっきから免許コールと呼ばれてましたけども、いやありがたいですね。もうブリちゃんと知り合ってかれこれ10年以上経ちますけれども、年を経るごとに若返っていく、そうなんですよ、そんなイメージすらあるんですね。ベンジャミンバトンという映画がありましたけどもね、はい、どんどんね逆回しになってくる人生が、そうです、メトベッドに入ったんで、私めっちゃ若返りました。知ってますよ、皆さん。メトベッドだかメトベッドだか分かんないですけど、さっきちょっとナメコ先生の陰謀論界隈のお話で盛り上がりました。ベッドの下に入れとくと若返るという、ステラガンもうちのベッドの下に仕込んでますね。何をどれだけ仕込んでるのか分かんないですけど、今日はね、皆さんはブリちゃんの、ね、お誕生日をお祝いしに集まっているということで、ちょっとお手元に飲み物がね、皆さん行き届いていると思うので、一緒にね、せっかくなんで乾杯をさせていただこうかなと思います。じゃあちょっと大島さんに写真撮ってもらおうかな。そうしましょう。乾杯のシーンを、こあそこにいるのは横田先生じゃないですか。大島さんの写真、これでお願いします。なんか乾杯っていうところ、こっちの方からお願いします。ああ、いいです、たくさんの花を。こっちに向かってね、私の二十歳の誕生日は皆さん、いやもう本当です、おめでたいですよね。それでは行きます。じゃあ金子さん、よろしくお願いします。金子さん、よろしいでしょうか。はい、の方ですね、持っていただいてまいります。浜田グリートニーさん、二十歳の誕生日おめでとうございます。乾杯、はい、取れた、はい、ありがとうございます。もうね、まだもう開始1ヶ月ということでお誕生日の祝いでございますけれども、はい、というわけでもう一回乾杯してもらっていいですか。すいません、動画いきます。すいません、動画いきます。みんななんかもうちょっと盛り上がる動きがあっていいやん。動画なんでね、止まる必要ないんで、ね、撮れてる OK。 それでいくよ。それではですね、掛け声お願いします。ありがとうございます。浜田ブリカリさん、二十歳でですね、お子様もいらっしゃいますけれども、はい、これからもますますおかんも本もね、盛り上げていきたいと思います。皆さん、浜田ブリトニーさんにおめでとうございます。浜田ブリトニーさん、おめでとうございます。やっやっやっ、ね、多分取れてると思います。多分メイビーでございます。取れてる、取れてる、大丈夫、よかった、取れてました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでいろんな方がね、遊びに来てくれてますんで、嬉しいですね。そうですね、軽くじゃ金子さんも今日紹介させてください。ありがとうございます。私ですね、お笑い芸人の生徒会長、金子と申します。ブリトニーさんとはね、一時期セフレじゃないかって噂もあって10年ほど前に流れてましたけど、あれやったじゃないですか。やってねえのよ。カウントされてないんですか。あんたが言うとリアリティ出てくんのよ。俺何人も言われたんだよ。あの時、あの場所で絶対してるでしょって何人も言われてるんだよ。本当ですか。してないからまだ続いてるんだから。あ、そうでしたっけ。もうそういうもんですから。なんか忘れちゃいました。やめときましょう。こういう昔なんでで、そのファンタジーでね、済まそうと思うんですけども、ファンタジーです ね、今横浜の方で笑いライブとかやってますので、ぜひとも4月16日も横浜の壮絶ムービルネイキッドロフト横浜で笑いライブやるので、よかったら見に来ていただけると嬉しいです。ツイッターとかインスタグラムフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、生徒会長タネコでございます。 TikTok もやっております。フォローしてください。今日の記念にお願いいたします。お願いします。私もね、ツイッターとかうっすらやってるって。うっすらやってる。俺にはうっすらやってる。うっすら、本当に長くうっすらやってますので、皆さんフォローお願いします。たくさんの方が今日に集まってくれてますけれども、嬉しいですね。ありがとうございます。付き合いの長い方から短い方までたくさん今日いらっしゃってる。そうですね、せっかくなんで岡岡ハウスは、はい、人と人をつなぐパワースポットということで、そうでございます。皆さんをちょっと紹介していきましょう。よろしくお願いいたします。じゃあ簡単にみんなね、10秒でお願いします。人数がいっぱいいるんで、はい、じゃあ海老原先生から行きましょう。海老原先生からね、はい、こっから、はい、漫画家の海老原です。マイチンマチコさんに書いてます、はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。じゃあそこのテーブルで参りましょう。そのテーブルで一周ほんとはもう10秒前で、ね、名前くらいでも大丈夫なんで。須田の夢と申します。とあと主催の川口久美さんです。お願いします。ちょっとお知らせです。ここでもセミナーやります。なんか霊を触ってみたいと
か、霊を体験したい方とかがもし霊能力をつけたい方がいたらそのセミナーに来てください。はい、霊媒師でありエネルギー、治療をやっております。セラピストでもあるとかいろんなことやってます。でこちらでもセミナー会場としてブレジャーに協力していただいてますので、体験会もこちらで開催していっていきますので、皆さんあの興味があれば来てみてください。よろしくお願いします。はじめまして、山田玲奈と申します。はい、高齢者の、就活、亡くなる方の就活の事業の会社をしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、あの立っている方お席ありますんで、今日ね、あの一応50席用意してますんで、お席十分にあります。よかったらお席の確保お願いします。あ、いらっしゃいませ。あの受付後ろにしてお酒もらってください。はじめまして、一般社団法人ルブランサポートと申します。障害福祉の仕事をしておりまして、2週間前に知り合ったブリちゃんとマブダチにさせていただいております。おめでとうございます。ありがとうございます。野口さん、アルバイト入れるって言ってました。野口さん、アルバイト、ありがとうございます。あ、同じくブランドサポートの小川と申します。ケーキ工場で、責任者をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3分前にここにたどり着きました。足立区のマイチグマチコです。よろしくお願いします。マイチングの人いっぱいいますね、今日ね。ちょっとそのこのテーブル代表で。あ、代表で、はい、あ、すいません、皆さん、こんばんは。こんばんは。国内で日本酒、焼酎、リキュール、ワイン、ビール等々のメーカーやってます。あら、あの本当に今日、あのブリトニーさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私大好きですということで、じゃあ今日いいですか。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お席ありますんで、皆さんこちらに一席、そしてこちらの方もありますんで、皆さんお席を探してください。よかったら。はい、小読みのアドバイザーします、玉木ゆうきです。ゆうきちゃんの誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。小読みのアドバイザー、はい、ここ来てるので、インスタグラムのフォローお願いします。よろしくお願いします。あの、海老原先生とかあるの？あ、皆さん、はじめまして。あ、ブリトニーさん、今日、同じようにおめでとうございます。ありがとうございます。成人式おめでとうございます。はい、あの、成人式で着物を着たっていう感じのノリです。あ、すごい素敵です。あ、ありがとうございます。あ、はい、フリーランス占い師のミケと申します。フリーランスで、あとは、株式会社で占い派遣業もやってます。企業さん向けです。よろしくお願いします。はい、もうここまででだって霊体セミナーの人、小読み占い師、そして占い師のスピリチュアル感満載のおテーマになります。どうぞどうぞ、こちらのおテーブルお願いします。どうぞ。こんにちは、関森ありさです。浅草で人力車を引いております。あそこ後ろ、あの人力車の扉閉めて、扉閉めて、みんな注目です。そこにポスターがあったり、それ閉めてください。それ閉めるとなんと人力車のポスターが関森さん駅とかにも飾ってあります。今日もちょっと人力車終わってきまして、すごい、はい、あの浜田さんと小田さんが一緒に乗ってくれるので人力車に楽しみです。浅草デートで三原先生が誕生日プレゼントでいただいたのでさせていただきます。あ、じゃあちーちゃんもお願いします。プリちゃん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、プリちゃんと知り合ってもう6年7年ぐらい経つんですけども、朝日芸能という雑誌で、あの芸能ライターをしております佐藤と申します。もし芸能人のタレコミとかありましたら、ぜひ今日持ってきてくれたらなと思います。そちらのタレコスの記事も設置したかしら。本当にすぐ書くんで気をつけてください。私と金子さんがセクレってことは言わないで。あ、すごい入っちゃうかな。まだ読んでない。
ましての方が多分多数ですが、はじめ社長と申します。まあ、社長じゃないです、社長、まあ、趣味がちょっと鉄道ということで、あの日本全国いろいろこう回ったりしてることをやったりしてます。まあ、たまにちょこちょこイベントもやってます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですよね、あ、それ明日です。明日なんです。明日なんです。はい、適当ですね、相変わらず私ね。よろしくお願いします。はい、隣お願いします。あ、隣ね、まあ、あの隣の方がちょっと、はい、喋れないっていうことで代弁します。お願いします。のりあきさんって言いますね。めいこちゃんの友達ですね。で、めいこちゃんもちょっと喋れないんですけど、はい、趣味は撮影撮影写真撮影と絵描きだそうです。はい、なんか絵が入ってるみたいですね。はい、よろしくお願いしますということです。よろしくお願いします。じゃあ、めいこちゃんのも喋ってもらいます。じゃあ、めいこちゃん、めいこちゃんはじゃあ、俺が言う、あ、俺、飲み放題で皆さんドリンクどんどんもらってくださいね。はい、じゃあ、隣にいる方がですね、めいこちゃんです。はい、YouTuber やってます。で、他に、ジャーナリストです。ジャーナリストとかね、いろいろ結構、まあ、記事、ね、あね、やってたり、まあ、あとはコスプレイヤーね、あのレイヤーよくやってますよね。うん、まあ、見えなくてもいないんですが、よろしくお願いしますということで。ありがとうございます。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあお隣お願いします。あ、バンダナの先生やってます。あら、あ、読んだことあるかも、皆さん。ベリトニー先生、おめでとうございます。ありがとうございます。させていただきます。山口静香と申します。一応あの恐れ多くですね、遊びに遊びに来ていただいて、あの見せさせて、そうそうそう、あの今度ギャルのものが書くの、はい、新連載がちょうど始まりました。あの作品になっています。よろしくお願いします。山口静香で皆さん検索してフォローしてくださいね。よろしくお願いします。はい、じゃあお隣お願いします。ブリさん、誕生日おめでとうございます。ありがとう。今日初めての人が多いと思うんですけど、尾形渉と申します。はい、仕事は不動産のコンサル業をやってます。不動産は何でも相談乗れるので、困ったら相談してきてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。審査が通らない方もぜひ尾形さんに相談してみてください。よろしくお願いします。唐揚げさん、はい、あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと理由はよくわからないですけど、あのヒゲと呼ばれてます。理由はよくわかってます。それしかないです。よろしくお願いします。あの見た通りのプログラマーです。見ての通りですね。アメリカに出てくるプログラマーです。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ目の前のお二人、チームブリトリーじゃないですか、この辺は。あ、どうも、浜田先生、本日はおめでとうございます。ありがとうございます。弁護士してます、鈴木と言います。よろしくお願いします。うちの顧問でうちの名前をちょこちょこ書いてるあんまりね、顧問とか言われても困っ、あの顧問ですけどあの先生の、先生の倍、僕も先生の倍ぐらい来てるのでいろいろと相談に乗れると思いますので、よろしくお願いします。本当にいい弁護士さんで、いろいろ解決してもらってます。皆さん、はじめまして、元芸能事務所マネジメントしてた神奈川と申します。あの、いろんなタレコミありますけど、今日はいいつもりはございません今日はですね、あの、あ、森田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。今、神奈川さん、私のマネージャーみたいな感じで動いていただいているので、何か私のことだったら神奈川さんに言ってください。よろしくお願いします。あの、今日は、あの、私の人力車を用いて、ゴリさんとセブリになれるように頑張りたいと思います。あれ、もう休めないですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。休めない、休めない。これだけやって、じゃあ隣の、隣のあちの、あ、真ん中の先生が来てるじゃないですか。でも、あ、おめでとうございます。そうですね、最近あの20年ぐらいやった漫画家を辞めまして、ポーカーのスーパープロに転職しましたんで、ポーカーちょっと熱いんで、ポーカー覚えたい人いたらね、ぜひお声掛けいただければと思います。ありがとうございます。横田さん、それから簡潔にありがとうございます。ブリトリーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。髪が明るいんでバンドマンと間違われるんですけど、 IT 企業を経営しております。あれ、バンドやってませんでしたっけ。一回もやってないです。よろしくお願いします。お願いします。あ、アニモさんもよかったら駆けつけで、すいません。あ、はい、お久しぶりです。あ、ご無沙汰してます。はい、あの、私は基本は麻雀プロを、活動してます。麻雀連合の白石と申します。
グリトリーさんは5年ぶり、5年ぶりになりますね。5年ぶりでも可愛いですよね。ありがとうございます。じゃあ点数計算できるようになりました。5年経っても未だに163人しか言えないです。シュート3人しか言えない。2000、4000しか言えない。じゃあ簡単なように言えるようにしてください。4000、8000、倍満ですね。それしか言えないんですいません。なんかもう26とかよくわかんない。最近ですね、去年からちょっと YouTube の放送対局も出れるようになったので、白い石に、幸せの弓矢のいっぱいで白石幸矢と、検索していただく対局 の、まあ、無料だったら全局見れますので、よかったらご覧になっていただければと思います。あと最近ちょっと生命保険会社に入りましたので、もし何かありましたらご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ他の人に、あ、堀江さんも話してよ一言、せっかくなんで。ブリちゃんおめでとうとかさ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。堀江と言います。美容師さん向けにハサミの販売とか、あとメンテナンスさん研ぎをやってます。一応刃物は全体研げるんで、もし何かあったら言ってください。でちょうど、去年のお誕生日からかな、ちょうど1年なんで、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろね、いちごを送ってくれたりとか、いろんなものをいただいてます。いつも本当にありがとうございます。はい、次ケンさん。ケンと申します。よろしくお願いします。おめでとうございます。不動産屋さん。何言っちゃうの。ごめんなさい、もう終わりなさいよ。あの、俺高野山でソウルやってますって言うと思ったんですよ。早かった、ごめんな、早かった。バチェラーに出るんです。不動産屋さんです。仲良くしてる不動産屋さんで、不動産屋さんここにもうすでに2人いるんですけど、どっちの不動産に聞いても頑張ってくれると思うので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ次隣。はじめまして、芸能プロダクションの株式会社エキシと副代表の和田屋と申します。うちの代表は元昭和の方だったら分かると思うんですけど、元ザ・ハンダースの鈴木誠一っていうのが代表をやっております。ブリちゃんとまだ知り合って1ヶ月なんですけども、そうですね、まだ1回しかやってないですよね。やってないですか。まだ試してないです。で、今日うちのタレントでもあるお豆腐の引き売りをリアカーで引いてる豆腐屋アコちゃんっていうのを連れてきましたので、よろしくお願いします。アコちゃん、よろしくお願いします。この間お誕生日会もね、やっていただいたんですよね。はい、グリトリーさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。せっかくなので、昔ながらのお豆腐の音色を皆さんにと思います。私はリアカーにお豆腐のお惣菜を100キロくらい積んでですね、そのラッパを吹いて、毎週同じように同じ時間に雨でも雪でもどんな天気でも大好きなお客様に会いに行くという行商の仕事を19年、すごい、気がつけば地球3周分歩いている計算になります。今高齢化社会ですので、一人暮らしのおじいちゃんやおばあちゃんが本当に心待ちに待っててくださって、で、はい、時にはお客様の亡くなっている姿を見取るっていう、お見取りをするっていうお役にも出会いまして、今は孤独死といじめをなくしたいという思いで、引き売り以外は活動しております。よろしくお願いします。ありがとう。あ、クリステルさん、あ、ありがとうございます。また結構スピ系の人が来ましたね。また各テーブル一人くらいスピリチュアル系がいますね。そう、昔ミュージカルの時のアダなんですけど、ブリちゃん成人式おめでとうございます。なりまくって、世界中にブリちゃんパワーを ひきらかしてください。今日はホワイトアンジェリカを塗ってきたので、変な邪気はジャッキを取って、はい、取ってるので大丈夫です。セミナー講師
したり、まあ、個人コンサルとか、経営者のコンサルをしてます。でもスピリチュアルとかアロマの、そういうセラピストを養成したり、エラヒロキさんみたいな人を養成している先生もしてます。守護霊呼んだりとか怪しいことはしてるんですけどあとクラブハウスで有名で、昔ね本田健さんだったりとか岡崎勝幸さん、まあなんか昔やってたいろんな人の、なんていうんですかナレーションナレーションレーターでしょ、コーディネーターとかね、すごいいろんな先生の友達がやってます。はい、で金融海運神社リトリートとか、ねぶりちゃんともねよくやってるんですけどね、はい、みんなで一緒に財運アップをして日本の国力を上げに神社ツアーで行きましょう。はい、この間も去年から薄様妙様の、トイレの神様のところにで連れてってもらって、もう本当にいろんなことしてスピリチュアル系興味ある方はぜひぜひ話してみてください。ありがとうございます。あ、いる、すごいすごい人います。有名人、アロマ業界の有名人いますよ。ブリトニーさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、僕は IT の会社を経営してるんですけど、ちょっと話題のチャット GPT にブリトニーさんのことを聞いてみました。はい、そしたらですね、彼女は若くして多くのファンを獲得し、自身の魅力的な個性と親しみやすさで知られています。彼女は若者にとって有益で楽しい情報を提供することで社会に貢献している人々の一人です。すごい、いいことしか言わないよこれ、すごいね。そんなブリトニーさんとね、この誕生日をこの一緒にねお祝いできて本当幸せです。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。あ、お世話になってます。今日ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうも、香織と申します。よろしくお願いいたします。一応出版社に勤めている、ゴルフの出版社に勤めているんですけど、まあ、ゴルフは大好きなんですけど、ゴルフの仕事はあんまりしてないという出版人でございます。どっちかというと電子書籍みたいなところを強くやってまして、もし電子書籍興味あるとか何か出したいなみたいなご相談があれば、僕の商売にはならないですけど、いろいろご紹介ができると思いますので、ぜひぜひよろしく。で、浜田さん、本当におめでとうございます。僕はちょっと今日意外だなと思ったのが、まさか二十歳だったなんて、僕18ぐらいだったと思ったんですよ。でももう6年、7年知ってると思うんですけど、頃からずっと話になって、小学生ぐらいの頃から知ってたんですね、じゃあね、みたいな。全然ゴルフに誘われないんですよ。ゴルフやってるのにゴルフに誘われないんです。なんでですか？忙しいんですね。浜田さんが忙しいんです。待ってます。すごい、ぜひやりましょう。いいクラブは持ってるんですよ。形から入るね。ゴルフのお誘いも絶対に断らないんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、ゴルフ行きましょう。私もやってます、ゴルフ。全然スコアが上がりません。あ、素晴らしいパフォーマーの方が来てます。お誕生日おめでとうございます。皆様はじめまして、炎と光を使った和の演舞をやってます火炎ハンターと申します。ちょっと先ほど出た高野山、報道の演舞をやらせていただきました。すごい。普段は企業案件とかそういうところで光の演舞をメインにやっております。どうぞよろしくお願いします。今日できるのはないですか？今度ぜひやってください。お願いします。今反応2個ありがとうございます。20歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。トリート西川と言います。はい、国内 のボディービルのコンテストを運営していますので、筋肉にご興味のある方がいらっしゃればお声をかけください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあお隣行きましょう。はい、星和彦と申します。もともと今日不動産が多いんですけど、もともと私不動産の仲介20年ぐらいやってて、その仲介のこの仕組みを使って人と人をつなげるっていうことで人脈1500人ぐらいを 1,2 年で作って、そこから会社辞めていろんなことやってます。俳優やったり、あとラジオのパーソナリティとミスコンの審査員とか、まあいろいろやりまして、で今度は自分挑戦と思って去年今年ぐらいから試験国家資格も含めて11個ぐらい取って、今はボクシングを毎世界チャンピオンと毎月やってるんですけど、まあ、で今度会社を経営ということでやろうと思ってます。ちょっと話いろいろぐちゃぐちゃしちゃったんですけど、本当にブリトニーさんと出会ってその共感したのが、本当人と人をつなぐ人の力によって
まあ、新たな力ができるということで、そういった力を見ながら、またあの自分もあの与えることとしてですね、いつも言ってるのが、私、名前は星なんですけど、自分がスターじゃなくて、あの出会った人をスターにするということで、いろんなご縁をつないでいきたいというふうに思います。以上です。すごい、まとまってますね。ありがとうございます。桂木道彦と言いまして、勝と名乗っております。先週復活したマンタマ塾にお邪魔させてもらって、はい、ありがとうございます、はい、マンガリン魂をかける塾、マンタマ塾が先月復活したんで、あのまた5月、6月もやりますので、ぜひ遊びに来てください。漫画をレッスンする、そのなんかワイワイ飲みながらやる塾です。先週ワイワイ飲みながら飲ませてもらって、で仕事は携帯電話の会社なんですけど、この1個前のトークショーの時に、まあ、スピリチュアルとかオカルトが流れて 5G、6G 怖いよねって話をちょっと言ってました。またスピ系いますよ。こっちは 5G とか言ってるから陰謀論系の人ですね。なので、まあ、あんまり、ね、怖くないよってことで、皆さんにちょっと知ってもらえればと思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。途中から来たよ、ダオさん。ダオさんはダオさん、あっちに手挙げてちょっと回してください、マイク。ありがとうございます、いらしてくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。名前と自己紹介となんか PR を一言で。ガオと申します。ありがとうございます。はい、動物事業の改善っていうのが一番に動いてて、世の中にも、あ、池さん言うやん。あ、みんな結構いますよ、結構。世の中の仕組みを知ってもらって、より良い活動になるように動いてます。あとは普段はお酒飲んだり麻雀したりしてます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ次にお願いします。はい。晩ご飯の準備をし、傘を忘れ、メガネを忘れて、何度も一人に帰り、高速で埼玉県熊谷市から車で出して、2人も関わらず、開始に間に合わず、こんなとてもない席に座らせていただいております。竹野美穂と申します。普段は、ベイちゃんの、父さんをさせてもらったり、シリアテックのラブなどを書いたりして、過ごしております。発達障害持ちなので、そのケアをしながら毎日育児を頑張っております。ウェイちゃんが二十歳ということは、私も多分二十歳なので、同じく頑張っていきたいと思います。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあそれではですね、あの最後、金子さんの帰る時間になっているので、金子さんに最後一発締めてもらって、あの金子さんをね、送り出したいと思います。今日も本当に一日ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと右足が痛風でしてね、ちょっとあのビコ引いてるんですけれども、ブリちゃんのお誕生日をお祝いしまして、私がですね、その昔、社長さんばっかりが100人ぐらい集まる宴会にですね、やった一発ギャグをやらせていただきたい。皆さん拍手お願いします。今から金子さんの一発ギャグが始まりますんで、これで金子さんのお帰りです。この一発ギャグはですね、社長さんが100人ばっかりいるところでやったんですけど、信じられないぐらい滑ったんですね。信じられない。皆さん、振りじゃないですから、よろしくお願いします、ね、納得できてない。リアクションお願いしますね。僕はね、このギャグ面白いと思ってるんですよ。じゃあ今日もう一回このギャグをここで試して、もし受けたらね、はい、今後も続けたいと思います。もしでもそのギャグ滑ってしまったら、もう二度とこのギャグはやりません。みんな分かってるよね。分かってますね。そして私はあなたたちのことを絶対に許しません。その覚悟で聞いていただきたいと思います。よろしいですか。それでは私が渋谷の道玄坂で100人の社長さんの前で、やった一発ギャグを披露したいと思います。あの前やったじゃんはダメです。それ前やったじゃん、初めての方もいらっしゃいますからね。それでは披露させていただきたいと思います。生徒会長金子がお送りするクリスチャン一発ギャグ、究極の選択。こっちの崖には大切なお父さんとお母さんがぶら下がってる。
こいつの崖には僕の大事な恋人がぶら下がってる。どっちか片方しか救うことができない。どうしたらいいんだ。どっちを助けられるんだ。どうしよう刺激。どうしよう刺激。どうしよう。どっちを助けられるんだ。どうしよう。どうしよう。分かんない。ああ。そんなことよりキリスト。すげえ面白いよ。超面白い。大丈夫大丈夫。私この後2時間かけて横浜まで帰りたいと思います。生徒会長の方、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ生徒会長の金子さんもすぐ帰りますので、でメンバーも増えたのでまた最後ちょっと1回だけ写真撮っていきましょう。せっかくなんでね。で金子さん今日本当に1日ありがとうございます。トークショーからねずっとやっていただいてごめんなさい。大島さんも一回お願い、写真だけお願いします。それではいきますよ。撮れますか？自撮りになってます。はい、それでいきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。せつめいてまりおさんでした。今日はどうもありがとうございました。はい、それではですね、いろいろ細かい人も紹介していきます。ここは人と人をつなぐパワースポットなので皆さんつながって帰ってください。気になる方はお席移動しても構いませんので、皆さんぜひつながって帰ってください。あ、大島さん声だけでもいいんでお願いします。お世話になっているジョイサウンドの方です。はい、カラオケジョイサウンドの大島と申します。音響一式担当させていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さっきマイクで困ったんですけど、もう解決しました。ありがとうございます。スタッフの方も紹介していきましょう。スタッフの、あ、じゃあ BGM お願いします。スタッフの方もちょっと紹介していきたいと思います。じゃあちょっとスタッフの方も紹介したいと思います。あっちゃん、あっちゃんね、あ、じゃあまきちゃんも来て。はい、はい、皆さんこんばんは、飯島敦史と申します。フィッシュというユニットをブリちゃんと組ませていただいてて、もう今日はもしかしたら皆さんテンション上がれば1曲歌わせていただくかもしれないけども、皆さんご準備はできてますでしょうか。まだまだちょっとまだ歌えないかな、そのような感じだとね。まあもしよかったらですね、聴いてもらえたらなと思います。本日はよろしくお願いします。バスお願いします。はい、バスちゃんお願いします。はい、バキちゃんです。はい、ブリトリーさんとは運動予防研究所っていう、運行研究所っていうところで知り合って知り合いました。で、私はまあ、いろいろ音楽とかやったりとかね、ゴールデン街とかで働いたりとかしていろいろ絵描いたりとかいろいろしてます。はい、ありがとうございます。マキちゃんです。じゃあ、ナオくん、ナオくんはちょっと喋れるかな。喋れる。 OK OK。 じゃあ、あんちゃんに任して。はじめまして、ニコナオです。絵描いてます。マキ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、まあ、なんとなく紹介した、あゆむさんも一応お願いします。ちょっと全員紹介してない。あ、あ、すいません、あ、あゆむと言います。よろしくお願いします。あと、すいません、後から参加された方でまだ会費払われてない方いたら、こちらの方で4500円お願いします。あゆむです。やりさん一瞬、
使ってますね。でよろしくお願いします。4ヶ月ほど浜田さんに軟禁されてるところで働かされてます。よろしくお願いします。後で多分麻婆豆腐キーマ的な中華系のキーマを後で出します。全然もうちょっと何とかあってもするというか。